やっほー。暑い。部屋が暑い。やばい、これは。暑い。ギフトありがとう。眠そう、眠い。今日も6時起きなのでちょっと眠いですね。そう、お話し会終わりました。お話し会終わりました。2時間目、あと3時間目。うん、写真撮りました、マイキューさんと。ちゃんと撮りましたよ、ちゃんとね。ありがとう、来てくれてありがとう。リオも楽しかったよ。いっぱい来てくれて嬉しかった。今日はリオ前の日だったので、うわおソロコーデです。肩出しです。明日名古屋行くんですか？そうよ、そう、さっき X も載せたんですけど、明日のアイドルアラモード出演見合わせになりました。出演見合わせになりまして、急遽。そう、ギリギリの連絡で申し訳ないんだけど、本当に見合わせになってしまいましたね。来てくださる予定だった方は本当に申し訳ないんだけど、安全を期して見合わせとなりました。なので、また会おうね。かわいい？明日行くつもりだった？めん。そう、初名古屋だったのよ。今日のお洋服をお見せいたします。パチ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 。やばい、眠い。眠すぎてちょっとあれ。パチパチ、ありがとう、来てくれて。ちょっと椅子が、じゃーん。
な感じです。どう、いい感じ？やばいやばいやばい、かわいい。そう、これをまいちゃんさんが頼んでくださって、そう、眠気覚まし。見て、リボンもつけたのなんか後ろ背景白じゃけえさ、見えんよね。どうやったら見えるか。ああ、いけたいけたいけた。じゃん、見えてる、これ見えてるの？リボンもついてます。かわいいでしょ。やった、肩出しだよ、肩出し。お姫様みたい。タワー来とる？いつの間に？ちょっと待って、どこ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 、あ、本当だ、サトシさんが花火のクマちゃんのやつ、ありがとう、タワー、ありがタワーです。今日も来てくれてありがとう、嬉しい、ありがとう、教えてくれた方もありがタワー。見えてた、試験さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。体調良くなったの？どういうこと？どういうこと？体調はいいですよ、もともと。肘と喉以外は全然、もう、絶好調ですよ、体調なんて。肘と喉は全然治らんけど。間に合った、いい人ありがとう。で、今日髪の毛があれなんですよ、見て、ちょっともう巻きが取れちゃってるけど巻きました。そう、なんかいつも自分でやるときストレートだから、なんか、まあ行きたいなと思って、これはウェーブ巻きっていうやつですウェーブ巻きって言います。これ普通にもうその名の通りウェーブな巻きです。自分で巻いた、30分に終わろうと思うので25分ぐらいになったら男女やもうかな。ゆうた、ありがとう。今日も可愛い、自分でやったの。そう、自分でやった。てかね、明日のねアイドルアラモードね、これどうしよう、言おうかな、どうしよう、よ、そう、明日ね明日のアイドルアラモード、なくなっちゃったんですけど、息をする心のセンターだったんですよ。そう、なくなったからできないんですけど、息をする心のセンター、今までやったことなくて、で、息をする心のセンターは
結構振り付けがあれなんですよ。感想とかもソロの踊るとこがあったり、歌い出しもソロで歌うとこがあったりしたんですけど、だから練習してたの。だから今から見てください。今から感想のとこのダンスを練習したから、ちょっと見てください。ちょっと明日できないから、今見せる。いい？受ける。そう今まで息を吸う心のセンターやったことなくて、だから歌い出しとかも一人なんですよ。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができるみたいな感じなんですけど、感想のダンスを見てほしい。ちょっと待ってよ、スマホを。いけた、いきます。そんな大したことないんだけど、練習したの。なんだったっけ、耳を教えられた新しい世界を、思っていたよりも人生が楽しい、意味傷がされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ、好きだ、じゃん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 、じゃんじゃんじゃるじゃん、じゃん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 。うまくいってました？どう？これを練習してたんですよ。このリオのポイントはここで、今ちょっと髪が巻いてるからあれやけど、この振り向いた時に髪がパサってなるのが見どころだったんですけど、生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて、自分のペースで、チャラララン、チャラチャラチャン、あ、そう、そのチャラララッチャランで、感想終わった後に、落ちサビ前で、周りの人たちはお花が咲くみたいな感じでこう寝そべるんですけど、真ん中の千穂さんのポジの人だけこうやって手を上に上げるんですよ。そこをねやる予定だった。そう真ん中、そのお花が咲いて千穂さんが手が出てくるみたいな感じのとこがあるんですけど、っていう感じです。話し会で喉、なんかね、話しとる時は別に喉は大丈夫なんですけど、なんか歌うってなったらなんか
うまく歌えなくて、なんか違和感、こんなに治らないことは初めてです。こんなに治らないのは初めてなので、ちょっと岡村の時代悲しそうな犬。悲しそうな犬です。確かにプーちゃん、確かにプーちゃん、プーちゃんの真似できるね。プーちゃんみたい。この後も仕事？うん。この後はちょっと用事があるので、家族で、家族で用事があるので早め配信となりました。ちゃんと共演受ける。生きることは呼吸すること。なので明日はもともとアイドルアラモンドだったから、明日はお休みになりました。お休みになった。フォローありがとう。愛の重さのセンター。風に吹かれながら、ひらひら舞い降りてきたり、君を失いたくない。あとソロダンスもあるよね、愛の重さのセンターの人は。だから僕は強くなる。いや、あそこのマイキューさんのソロダンス好きなんですよね。このなんか手を口にこうやって当てるとこがあるんですけど、そこがもうやばくて最高、好き。フォローありがとう。プーナのモノマネ。それさ、やってもさ、わからんよね。プーナの、プーナ自体がさ、知らんかったらさ、わからんよね。誰、プーナって誰みたいな。マイキューさんって呼ぶときとマイちゃんさんって呼ぶときあり、いやなんかむずくて、なんかマイキューさんはなんかマイちゃんって呼んでほしいみたいなのを前言ってたんですけど、なんかマイちゃんって呼ぶのはさすがにちょっとあれだから、マイちゃんさんって呼ぶようにはしたんですけど、なんかどっちがいいんだろうって感じです。急に上から
下から、左から、右から、斜め、斜め下中山きんに君さん360度生きてます。いけいけ。斜め下右から左に流して、右から左に流すおもろ左側のリオツンが好き、ウケる。そう、リオの利き顔は左なんですよ、お気づきかと思いますが、リオの利き顔はこっち、別にこっちでもまあいけるけど、今日の話か、呼び捨て、呼び捨て。君は死にたくない。リオツのヘタレの衣装、生写真ゲットして嬉しい、ありがとう。リオツン、カラコン＆足手にネイルしてますか？してません、何もしてません。今言ってる全部、カラコンも一切してません。右も素敵。今日の服ゴージャス。25分じゃん。チケンさん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。いや、なんかさっきマイキューさんと会った時に、その LINE で45万円って言われたから、冗談でね、で本当は何円だったんですかって聞いたら、50万円になりましたって言われて値上がりしました。結局教えてもらえなかった。結局このワンピース何円だったのか結局教えてもらえなかったです。そう、利き顔、勘ですね。勘。カラコンリング、その恋はつな、君につな、このまま先に進めない、あの夏の終わり、確かにタグ見ずに切っちゃった。確かにタグに書いてあるよね、普通見ずに切っちゃったわ。壇上読みます。あ、間違えた。
カートのとこ押してしまった。カートのとこ押してしまってさ、何もないけんさ、あれと思って、13位コアラさん、ありがとうございます。で、2位チュウさん、ありがとうございます。1位ジュンさん、ありがとうございます。10位アツヨシさん、ありがとうございます。9位アヤさん、ありがとうございます。8位スズカさん、ありがとうございます。7位カプレさん、ありがとうございます。6位ゆずきちさん、ありがとうございます。5位ラクラクさん、ありがとうございます。4位ライダーさん、ありがとうございます。3位ヨネツンさん、ありがとうございます。2位リオシーさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バン、サトシさん、ありがとう。あ、初見さんもありがとうございます。ぜひフォローしてください。ありがとう、ありがとうです、ありがとう。皆さん今日はお話し会ありがとうございました。めちゃくちゃたくさんの方が会いに来てくれて本当に嬉しかった。初めましての方も多くてめちゃルンルンです。あ、ほんまよ。あ、今日で8月終わっちゃいます。明日から9月よろしくお願いします。今月もありがとう、皆さんいろいろありがとうございました。スクショタイムする？ちょっとだけスクショタイムしよう。スクショタイム、はい、よーい、スタート。後ろに待つ。どう？はい。息をする心の声、これか。無表情。どう？怒ってるみたい。ツンツン、ごめん、先端恐怖症の人すいません。ツン、ピース。眠いよ。終了。
終了でございます。それでは配信を終わりたいと思います。この後用事があるのでちょっと行ってきます。それでは皆さんありがとうございました。スクショだらけ、リオでいっぱい。スマホの中はリオでいっぱい。あとなんか言おうとしたんだよね。あ、そうだ、明日のアイドルアラモードは残念ながら見合わせになりました。出演見合わせになったので、またね、会える時を楽しみに、お互い安全で、安全第一でいきましょう。そしてお話し会の再販が今されてます。あの今回で多分9月23のオンラインが最後なんですけど、最後の受付になるので来てください。あと12月8の大阪、リアル大阪が1時間目の多分ツーショットが完売してるんですけど、2、3のお話し会まだあるので完売したいです。皆さんよろしくお願いします。バイバイ。それではバイツーン。また明日ね。ありがとう、お話し会。バイツーン。